さあ、青番周回4コーナーからホームに帰ってまいりました。先頭変わらず4番の大地、そして4番手ここで縦に踏んで1番の三田村、上昇していきます。さあ誘導を下ろして先頭が1番の三田村に変わりまして、6番の佐々木がここは切り替えていって先手ラインの4番手、これで4番の大地が後方になっています。前後布陣が入れ替わりました。さあ3日間続けて先行勝負、1番の三田村健介です。2番手が5番の大久保、3番手が2番の藤田、徳島のマーク陣が続いていって、4番の大地は依然として後方の5番手、体型は縦一列、残り1周を切っていきます。さあ1番の三田村健介が最終日も果敢な競争を見せている。2番手後ろを振り返って、5番の大久保足に余裕はありそうだ。3番手が2番の藤田洋平、そしてこの後ろが6番の佐々木光三。さあ一本棒後ろからの仕掛けがまるでない。さあ飛ばしていく1番の三田村健介、4コーナー回ってくる。先頭が1番の三田村、三田村先頭で振り切ったか、外は5番の大久保。